ね。短いメール繰り返してる。僕はふと思う。繋がって痛いのは回線じゃなくて心なんだよな。昭和生まれの青春は返事もらうまで時間がかかった。自分が正しいか悪かったのか十分考えるのにちょうどいいくらい。携帯の電源を切ってみた。通信手段なくした兵士の気分だ。だけどこんな時ほど感じる。君も同じように気にしてるって。悪いのは僕の方だった。ごめん。よく考えて出した答え伝えるために、携帯の電源を入れる代わりに、僕は履き古した靴の紐を結ぶ。アップスタッフトゥリルリン悪くない、正しいよ。誰もがその答え望んでいる。たとえ気分で言ったことでも、そんな答えを欲しがるもの。昭和生まれの青春は返事もらうまで時間がかかった。ラブレターの答えのでも、心の準備する時間はあった。携帯の電源は消えたまま。もし君からメールが届いていたら、気になるのはいつだって、自分が楽になりたい時ばかり。悪いのは僕の方だった。ごめん。よく考えて出した答え伝えるために、携帯の電源を入れる代わりに、僕は履き古した靴の紐を結ぶ。アップスタッフリルリン人だから、何でも伝えていいわけじゃない。大好きな人をつまらないことで煩わせたり悩ませたりしてまで、楽になりたくない。悪いのは僕の方だった。ごめん。よく考えて出した答え伝えるため